MG17 機関銃は1933年にドイツのラインメタル社が開発した固定式の航空機関銃である。第二次世界大戦以前からドイツ空軍の航空機に多数搭載され、旋回式として他に MG15 があった。MG17 はスイスのゾロターン社製でラインメタル社も裏で開発に関わっていた MG30 から発展したもので、 作動方式は同じであったが、箱型断層だったものが、ベルサイユ条約で禁止されていたベルト球弾式に変更されている。再軍備を始めたドイツ空軍航空機の固定機関銃として採用され、航空機と共に他国に輸出も行われている。しかし、このクラスの機関銃は、航空機用として、威力不足とみなされるようになり、BF-109E 戦闘機では、主翼武装が、 MGFF に変更され、1941年には、騎士固定式、旋回式として、MG131 が採用されたが、一部の機体では、終戦まで用いられている。旋回式の MG15 は、以前から空軍地上部隊の装備としても使われていたが、MG131 に更新され、余剰となった MG17 も、測性の重火に乗せられ、地上部隊で使用された。 昭和13年、大日本帝国陸軍では、少数を輸入、ビッカーズ系の89式固定機関銃の後継となる98式固定機関銃の名で仮正式とした。当時ドイツでは、旧型扱いの MG17 であったが、それまでに使用されていたものと比べて、発射速度が高いことが評価され、輸入品をもとに国産化が進められたが、国産のバネの品質が劣り、 プロペラ同調不良が多発したため、実際には量産されなかった。なお、輸入された MG17 和機43の試作1から3号機に搭載されていた。ありがとうございます。